皆さんこんばんは。キャスターの家高です。本日は一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラムさんによる講演会、この大統領選挙後の台湾沖縄危機という講演を見ていただきたいなと思います。現在は焦点になっているのは覇権国アメリカに対しての中国の挑戦ですね。これが世界的に拡大をしているということです。で、コロナ、金融、技術、浸透工作、諜報、サイバー、選挙操作、こういう点でですね、中国のこの超限戦というものが現実的な脅威になっていると。で、目的のためには手段を選ばない、こういったいろんなあらゆる手段を使うということですね。他方で彼らはですね、戦争準備というのを着実に進めてます。で、日本ではあまり報じられませんけれども、大規模なミサイル演習をやったりとかですね、それから舰艦速度、船を作ってるんですが、アメリカの大体4倍から5倍と言われてます。漁船もですね、民兵がいざという時は人民解放軍、海軍と一体になって戦うんですけれども、もちろん海警ですね、これも一緒になるんですが、この武装漁船がですね、非常に今増強されていると。で、海軍を退役した、実際は特殊部隊の偽装だと思うんですけれども、そういう精鋭の漁船員がですね、武装を強化した漁船に乗り込んで、6千とか8千とかいう数も言われてるんですが、真相はよく分かりません。しかし台湾の対岸の福建あたりにですね、こういう漁船団を作っているということも言われてます。それからアメリカの核関連施設にサイバー攻撃をかけるとかですね、それから医療面でいうと軍の病院を野戦病院化するとか、あるいは食料その他の備蓄を進める、それから140万着とも言われる防弾チョッキをですね、調達をかけると、こういったことをやってます。で、これは実際に中国国内の報道とかですね、あるいは台湾筋からの報道によるもので、現実にはこういうことを着々と進めているということなんですね。その一方で超限戦もやっていると、これが現状です。日本の弱点というのは核抑止の全面依存、民間防衛、国民保護体制の不備、長期持久体制の欠落、打撃力の不足、ないない尽くしですね。だけど潜在力はすごくあるんですよ。世界一流の科学技術力が、民間の能力はやはり、大したものです。だけど残念ながら自衛隊はヘリとか航空機用燃料を除いてはですね、 1% 以下です。だから国民の総力を上げるということはいかに大事かということなんです。で、結局それができるかどうかは国民の協力意思以下だと。国家が侵略を受けたときに武器を持って戦うと答えた人は日本では 11% です。世界最低レベル、先進国途上国を問わず。同じ敗戦国のドイツでも 18% ある。だけどこれだけ平和教育、反日教育をやって 11% というのは立派なもので、1000万以上いるわけですからね。1000万いたら100万人は軍隊作れますよ。100万人いれば自衛隊と合わせて120万、 1% いく。やる気があればできるんです。人だっていないわけじゃない。で、2049年までに中国はですね、米軍をしのぐ世界一の軍隊を作ると言ってるんです。習近平は大号令かけてる。中華民族の偉大な復興も、彼らが主導する人類運命共同体の実現もですね、全てこの強軍を実現できるかどうかにかかってると、こう言ってます。35年が中間目標の年で、習近平はひょっとしたらその頃までやる気かもしれない。で、2027年が奮闘目標というか建軍100年なんですが、これがつい昨年決定されました。で、この頃までに台湾尖閣を併合しようということかなと。で、戦力バランス上はこの頃には可能になります。尖閣への脅威ということで台湾との連動で、単独侵攻ならいつでもあり得ます。で、バイデン政権が出てからですね、今でもそうですけど、大体半年いないぐらいにですね、出方を試すためにわざと緊張をかきたてるんですね。今度もオリンピックまで何かやってくるかもしれない。それでその後ですね、単独だけでやると逆に日米台湾の警戒心が上がって防衛努力になりしますから、おそらくこういうやり方はしないで緊張緩和ムードをむしろ煽ってですね、油断させるという方向で出てくるんじゃないか。一時緊張を煽ってその後一気に和解ムードにすると。これは北朝鮮がよくやる手ですよね。だこういう心理戦、陽動戦に惑わされてはいけないということです。で、台湾との連動で一挙に尖閣も取るというなら、戦力比較上はですね、
バランス上は23年から25年ぐらいが危ない。で、目標年27年というのはこれを示唆しているかもしれません。で、アメリカの武器援助がですね、バイデン政権下でも予定通り行われるかどうかということが最大の台湾海峡でのバランスを左右する要因で、バイデン政権がもしやらないと台湾は危ないということですね。で、ここで核兵器の問題が出てくるんですが、核は役に立つ兵器です。恫喝で何度も使われてます。実際に行使されなかっただけです。今でもですね、アメリカと中国がもし核戦争をしたら勝者はないというのがアメリカの見方です。2007年の時点でですね、もし中国が先制に成功したらアメリカに4000万、中国は報復で2600万の被害になると言われてました。今もっとそのバランス悪くなってます。つまりアメリカの核の傘は信頼できなくなってきているということです。国家の存亡というのは左右するのは国民の意思次第です。だからまさに最後国民がそれを決定するということなんです。まあ、そういうことでですね、最後駆け足になりましたけど、私が言いたいのは、要するに日本には能力があるんです。やるかやらないかはもう国民の意思次第だ。特に沖縄からそういう声を上げていただきたい。それが日本を守る道であり沖縄を守る道だということを強調してですね、お話を終わらせています。どうもありがとうございました。尖閣問題についてじゃあどのように見解で扱われているかといいますと、ようやくですね、去年ぐらいから、おたけ県議会でもですね、全会一致でこれはおかしいよねと、中国そして日本政府にも意見書並び抗議をしようというムードがもう確かにこれが進み始めております。で、前回も、去った12月定例議会でも、全会一致でこれを進めることができたし、今回もまたこれ進めることが、できるようにということで我々、沖縄自民党の動き始めております。そして不思議なものでですね、この尖閣問題で特にやはり強くものを、申し述べている議員会派はどの会派かといいますと、自民党はもちろん共産党もものすごい力を入れてありますね。情けないのは国会での自民党の皆さんですよ。聞いたことがないですね。はい、そのぐらい進めておるし、そしてまたこの尖閣問題でですね、この石垣出身の、大浜一郎議員からいただきましたけど、本当にこの尖閣問題で本当にこんなに詳しくまとめた本がですね、出たということです。これをぜひ皆さん、また私も読み始めておりますが、本当にこんなに細かく尖閣が当時こんなに漁業であり、そしてまた羽毛であり、こういったのがもう明確に日本の領土である、そしてこのぐらい生活をしたというよく求めた本であります。ぜひ皆さんもまた興味ある方は行ってください。ようやくこれを私も2週間前に大浜一郎議員から渡されましたけど、又吉さんこういうの読んでくださいと。で、議員団全部に配る中でもちろん知事にも配ってあるみたいです。しかし残念なことに我々の知事ですね、何考えてるかさっぱりわからない方ですね。令和元年の5月13日だったと思います。中国公船が尖閣をパトロールをしていると、これはおかしいだろうと、てんやわんや言われて1ヶ月後にこれも撤回いたしましたけど、相変わらず何のアクションも起こさないのが事実でございます。今知事としてはですね、ですから我々はこれは議会でも知事をもっとこれ資料を叩いて、また議会でもやっておりますが、本当に知事は尖閣問題について本当にこんなに何も考えない知事も初めてですね。もう全く理解できません。離島の方々の命であり国境であり、そして今何が起きているかわからないのか興味がないのか、本当に沖縄のこの人リーダーなのかなというのは、もう私からすればあまりにもちょっと無知すぎるなというのが本音でございます。ですから私たちがいくら知事にこれ聞いたって、もう返事はもう豆腐に釘ですわ、はっきり言って。もうやるのもアホらしくなるぐらいなんですが、しかし言うべきものを言わないといけないし、また求めるものは求めないといけないということで、各議員全部それを我々は頑張っているのは事実でございます。そして最後にもう一つですね、今県議会の方で非常に揉めているのが何かと言いますと、人事問題でございます。副知事問題におきまして、テルマサ組のテルワヨシミさん、平成26年に参与に就任をいたすんですが、基地に負担するような工事はこれは一切関わりたくない、関わってもいない、また公共工事も一切取らない、
10年前からそういう精神で沖縄を自立をするために公立補助もやらないという中で進めてきて、いざ蓋を開けてみるとですね、いやー公共工事もよく取っておりますね。そして基地の工事もちゃんとしっかり取っておりますね。まあいいですよ。ですからこんな方がですね、今副知事に就任しようとしているもんですから、我々自民会派としても他の会派にも声をかけて、おかしいでしょうと、いかにも県民には沖縄も公共工事主体では飯食っていけませんよ、自立しないとダメですよって言いながら、公共工事はしっかりする取るわ、辺野古の工事の入札には参加するわでですね、やってる方々が平気でこんなことを言っております。皆さんが分からない、そしてお互いが分からないだろうということをやっておりますが、今議会でこれが揉めておりまして、今我々、自民会派としては、他の会派も巻き込んで、こんなおかしいのはちょっと認めるわけにはいかないんじゃないのと、そういった意味で進めているというのが現状でございます。以上で簡単でありますが、私のご報告とさせていただきます。議会の冒頭にですね、県議会の中でも所信表明演説みたいなものがあって、知事が長々と40分ぐらい喋るんですね。私は今回その演説を聞きながら非常に腹が立ってきたんですよ。と言いますのは、非常に自慢げにですね、私は全ての公約に着手してきましたって言ったんです。知事の公約の一丁目一番地は辺野古に基地を作らせないですよね。それはどうなってますかというふうに私は質問をしましたら、自己評価をすることは難しいという答弁でありました。で、私はですね、できないことをできると言って県民をその気にさせて、そしてあれだけの票を集めたその責任をどう取るんだというふうに追及を続けていきました。そしてですね、知事はやるやる詐欺だと言いました、議会の中で。私は相当なやじも来てですね、これ後で発言の責任問題になるんじゃないかなと思っていたんですけど、今のところまだ注意を受けていません。議会の中でやるやる詐欺という言葉を使っていくことになりそうです。でもよく考えるとですね、これは単独犯じゃないですね。これはやるやる詐欺グループですよ。言ったことの責任は必ず政治家は取らないといけないと思っています。そしてもう一つはですね、1600億円の補正予算を使って切れ目なく経済支援をしてきたという発言もありました。今観光をはじめ多くの人が苦しんでいます。実は沖縄県の予算のうちですね、観光についての予算ってわずか 1% なんですよ。7000億円稼ぐ団体に 1% の予算しかつけないというのが現状です。で、今回の補正予算もですね、1600億円つきましたけども 2% しか観光についていません。そんな中でですね、私はやってきたというふうに実績を強調したんです。これでは本当に頑張っている人は心が折れます。これもですね、今しっかりと追及をさせていただいて予算を増やす方向で頑張ってますけど、もっとひどいのがですね、一時支援金ということを聞いたことはあると思うんですけども、要は法人には60万円で、個人事業主には30万円を足りないかもしれませんけども出しましょうということだったんです。これですね、実は沖縄県対象になっていませんでした。緊急事態宣言の影響をどう因果づけるかというところが難しくて、沖縄県は対象にならないはずであったんですけども、なんと国場代議士がですね、沖縄県庁の観光課を訪ねて観光統計出してほしいと、そしてこの観光統計で7000億円以上あった売り上げが2000億円台まで下がってしまった、これと沖縄の経済をしっかりと因果づけるので、これ私たちが通してみせますというふうに約束をしたんですよ、県庁の職員に。そして東京に行って西銘さん、島尻愛子さん、宮崎さん、省庁全部回るんですね。そして大臣クラスともしっかり話をつけて、先週やっとこの沖縄も対象になることになりました。これで助かる企業も出てくるかと思います。で、それもですね、玉城知事は部長を使って自分の手柄にしました。堂々と議会の中で知事の要請が通りそうですというような話になっています。非常に我々はもう腹渡がにくく変える思いであります。あと私がもっと腹立ったのはですね、日米共同使用のデマが流されましたよね。キャンプシュワブで、自衛隊も一緒に訓練するんだというような内容で、政府はこれ認めていませんけども、これについても玉城知事は非常にけしからんという発言をしました。なので私は、なんでけしからん
というふうな発言をしたんですかと聞いたら、県民の基地負担が増えるって言うんですね。県民の基地負担はどのように増えますかって言ったら答えられないんですよ。自衛隊と米軍が一緒に訓練したらどのように基地負担が増えるのか、これもですね、想像力を豊かに働かせて、ただ何も考えないで発言しているんです。非常にもう県政の場というのはですね、もう世論操作、印象操作の場になり下がっているというふうに今思っています。そんな中で先ほど又吉さんから言ったように人事の問題、予算の問題、これから我々は新たな局面、戦いを迎えますけれども、しっかりと勝てるようにやっていきたいと思っています。今自民党沖縄県連は慣れない寝技を使って、なんとかギリギリ一票差でも勝てるように努力をしていますので、どうかまた注目をしていただければというふうに思っております。本日もありがとうございました。まず今回のテーマになっている尖閣に関しては、那覇市議会でも私の方が起案をさせていただきまして、6月議会で中国公船の高圧的な行動に対する意見書を出しました。これは政府に対してしっかりと行動してくださいというものであります。そして12月は王毅外交部長が日中の外交交渉の中でですね、まあ、尖閣はうちのものだというような発言がありましたので、これは政府に対してではなくて中国に対して抗議決議ということで抗議決議を送っております。このようなことで、まあ、少しながらですけども、やっぱり政府を動かすためにはその法の基づき、意見を行うといったようなことが非常に大事であるということで、まあ、理由付けにつきましては、まあ、那覇市の漁民の方についてもその尖閣で、沖合で安心して漁ができないというところを取り上げておりますけれども、詳しくにつきましては那覇市議会のホームページございますので、ぜひとも皆さんに、ご利用というか、まあ、見ていただきたいなというふうに思います。さてもう一つ大きな話題がありました。孔子廟病に関する裁判ということで最高裁の判決が出ました。最高裁の判決につきましては、那覇市側が1名の方は、要は違憲ではないという判断はあったみたいですけども、残りすべての方が違憲であるということで違憲の判断をしております。今度市議会で役所の方が議員に対する説明を行いますので、これはインターネットで中継も見れますのでぜひとも見てください。で、私も12月議会とそして2月今議会、孔子廟、松山公園内にある孔子廟のことについて、まあ、質問をいたしました。まあ、その中でいろいろ思うところもありましたけども、もう私たちはその法律に基づいてこの日本という国におりますので、その法律について考えております。まあ、正式には那覇市の方が議会でどういう説明をするかというところがありますけども、基本的には全額久米創生会の方に請求するというような方向で今動くというのことを聞いております。ただその後もしかしたら久米創生会の方が那覇市に対して無料許可を出したのでということで、逆に久米創生会が那覇市を相手取ってもしかしたら、まあ、訴訟を起こすかもしれないというような、まあ、いろいろさまざまなパターンで動いております。ちょっと問いとめのない話になりましたけれども、以上で私の施政報告の方を終わりたいと思います。今から1ヶ月ほど前なんですが、ネットでチャンネル桜の沖縄の声を見ました。参加していた方々は富城市議の荒垣彩子さん、宜野村議の仲間信之さん、そして源ちゃんの3名でした。荒垣彩子さんがとってもいいことを言っておりましてですね、議論はですね、来年の9月の県知事選は誰がいいかという話になって、荒垣議員の お言葉ですが、芯が強い人がいい、打たれても倒れない人がいい、沖縄県であるからこそ防衛の要であると言われている、沖縄県のトップを決めるとき私の意見として戦争で負けたから米軍基地はあります、それをどかせというのではなくて防衛の要の島として基地は全部引き受けます、自衛隊も引き受けます、防衛は沖縄県が引き受けます、なので全国一幸福ランキングの高い島になりたいと私は思っていますから、一括交付金、振興予算をもらうのではなく、基地を引き受けるから、沖縄県には予算をつけろと、それを言える人に知事になってもらいたいと思っていると、素晴らしい意見がありまして、ずっと頭の中にありましてね、本当に荒垣議員はとても頼もしく見えました。
自分の心に正直に意見を述べることが本当に強さの根源ではないかと思っております。私の考えは、基地問題の本質は国防であるわけですから、堂々と中国の脅威から尖閣諸島を守るために必要であると今なら言える時期に来ていると思います。今までは経済問題を優先に訴えていましたが、優先順位を間違うと曖昧になります。だから逃げないで正直に、沖縄米軍基地は尖閣諸島を奪おうとしている中国に対しての抑止力として、沖縄県民の命を守る命綱としてなくてはならないものであると堂々と発表すること、この本質のところをはっきり訴えることで保守の結束は生まれてくるのではないかと思っております。肝心な時に踏ん張れる強い自民党になれるように心から願っております。私も一生懸命応援いたしますので、どうか県知事選はしっかりとものの言える方を前に押し出して、みんなで一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。会計法が制定をされたのは2月の1日、それからわずか3日後、日中で第12回高級事務レベル海洋協議というのが開かれました。これ、なぜか不思議なことに日本の新聞では全く報道されていないんですね。何を決めたかというと、4項目の原則的共通認識を全面的に実行に移し、対話を通じて矛盾意見の相違を適切に処理し、海洋分野の協力を実務的に推し進め、共に努力して、東シナ海を平和、協力、友好の海にすることを確認をしたということなんです。私、この言葉を聞いて、バイデンが最初に言った、開かれた自由太平洋と言わないで、平和で安定したアジア太平洋とかって確か言ったんですね。これとですね、この平和協力友好っていうものが私にはもうダブって見えるんですね。これ中国側が言ってるということは、中国の覇権の下の平和、中国の覇権の下の協力、中国の覇権の下の友好に間違いないじゃないですか。だからバイデンが言ってることは多分こっちの方に忖度してるんじゃないかなと思うんですけども、外務省は2月の3日にこれを中国と確認をしたんです。そしてこう書いてますね。以前得られた東中国海問題の原則的共通認識に基づいて、東中国海の資源共同開発を引き続き検討したいと。東シナ海を日本と中国で共同開発をしたいと言ってるわけですね。この事態でです。この事態で海保と海警が仲良くいろんなことを協力をするというのを約束をしているわけなんです。これぶったまげなんですね。日本の方はどう言ってるかと。これは外務省のホームページですね。双方は東シナ海を平和協力友好の海とするとの目標を実現していく観点からも、海洋分野における具体的な協力交流を推進していくことで一致しましたって、やっぱり一致してるんですよ。これ、驚いたんですね。私も電話して聞きました。なんで尖閣問題でこんな主権侵害をされているようなときに、こんな協議をやるんだと言ったら、外務省の方はこう言いました。これは尖閣問題は関係ないですと。尖閣問題は尖閣問題。こっちはこっちでやってるから関係ないんですよと。もし中国が尖閣諸島を絡めてくるようだったら、私たちはすぐに引きますと言ってるんですね。でも中国が東シナ海の共同開発と尖閣島の問題を分けて考えるわけがないと思わないですか、皆様。当然一緒ですよね。だけど何かとぼけたことを言ってるわけです。もうちょっと突っ込むと、2006年の安倍総理の時にこれ約束しちゃったんです。共同開発という大きな方向を堅持し、双方が受け入れ可能な解決の方法を模索することを確認をした。安倍総理がこれ約束したんです、2006年に。で、2007年にはもうちょっと進展をして、ここで初めて東シナ海を平和協力友好の海とすることを堅持する。そして双方が受け入れ可能な比較的広い海域で共同開発を行うと、これ日中間で約束しちゃってるんですよ。なかなか報道されないんで出ないんですけど、これをと今年の6月に豊田さんを呼んでやった時にも、この時にもお話をしたんですけども、5月から尖閣問題はフェーズアップしているという時に、王立憲、報道官が何を言ったかというと、我々は日本側に4つの原則的共通認識の精神を遵守すると言って、だから日本の海保も漁船も出てけと言ったわけですよ、結論としては。じゃあこの4つの原則って何なのかと、分からないまんま言ってるんですけども、王毅外相が来た時もこのニュースは大きく報道されたんですけども、これもなぜか日本のマスコミは全く報道してないんですね。王毅外相は日本に来て3つ日本に要求したわけですね。1つ目、双方が中日が達した4つの原則的共通認識を適切に遵守することと言ったわけです。これが何だかって大事だと思わないですか。
私が国会議員だったら、王毅外相がこんなこと言ったんだけれども、この共通認識って何なんですかと、日本が尖閣諸島から出てかないといけないような共通認識なんかあるんですかと、外務大臣に聞きますよね。でもマスコミが全く報道しないんで、わからないんですけれども、もう一つ同じことやられてるんです。実は石垣氏が尖閣のあざ名を変えたときに、福岡の中国総領事館から再三抗議の電話があったっていうんですね。これ八重山日報が今年の1月18日にスクープしたんですけども、この時にも、最初は市長出せと言ったら、いやいやまだ上呈してませんと言って、まあ、上呈されるかどうかという時にまた議会で意見書これをやるということを決定をしたわけですね。その時にも福岡総領事館の方から電話が来てこう言ったっていうんです。決議は極めて残念、中日関係がやっと正常に戻ったところでこのことは中国主権の侵害になる、中日両国の4項目の共通認識をきちんと守ってもらいたい、長期的に友好関係を保つために努力してほしいと申し入れたっていうんですよね。どっちが主権侵害だという気持ちするんですけど、こういう事実が分かるんだったら、これ外務省がなんで日本のあざめ、日本の領土のあざめを変えることに勝手に石垣氏に電話をかけるんだと、お前たちも出てけっていうのが普通の国じゃないですか。福岡総領事館なんかもこんなことやられたら、なんで主権侵害をするためにお前たち日本に来たのかと、出てけというのが普通の国ですけども、まだそうなってないわけです。で、この4つの原則的共通認識というのは何なのかと、これ外務省のホームページですけれども、これに平成26年の文書ですけど、日中関係の改善に向けた話し合いと、ここで書いてあるんですね。双方は日中間の4つの基本文書の諸原則と精神を遵守しと、日中の戦略的互恵関係を引き続き発展させていくことを確認をしたと書いてあるんですけども、この4つの基本文書っていうのは何ですかというと、昭和47年の日中友好、日中共同声明ですね、まあ、それ以降、4つ日中間で首脳の往来があるときに、交わしている文書なんですけども、この中国の文書ですね、分析をするときに私、コツが分かったんですよ。これが分かれば何をやってるかっていうのがよく分かるんですけども、この中でですね、検索をするときに、遵守っていう言葉を探せば何言ってるか分かるんですね。遵守、必ずあるんです。最初の昭和47年は、ポツダム宣言第8項目に基づく立場を堅持すると書いてあるんですけども、次の文書からは、前期共同声明に示された諸原則が原則に遵守されるべきとかですね、まあ、あと例えば平成20年の方になってくると、これ長いんですけど、1972年の文書、1978年の文書、こういった政治文書等を、3つの文書の諸原則を引き続き遵守することを確認をしたと、まあ、上のものどん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 遵守と、まあ、遵守というのは本来下のものが上からの命令に対して、まあ、自衛隊なんか上の命令を遵守ってよく言うんですけれども上下関係ですよね本来。だからなんかこの条約ってなんか日本が中国に服して遵守するような形に実はなってるんだなっていうのを最近気がついたんですけども、これは何を結局言ってるかって言ったらポツダム宣言守れと言っているわけなんですけども、このポツダム宣言を立場を堅持すると書いてあるから、ポツダム宣言の中にはカイロ宣言の条項は履行されるべきもので、日本の領土は4つの島、北海道、九州、四国、本州と我々の決定する島々だと、この中に沖縄は入ってないということを中国は暗黙に言っているわけです。これが分かるようなものが、人民日報とかの論文を探せばいくらでも出てきます。徴用島が日本のものではない4つの理由という中には、もう3番目には琉球諸島は日本に属さないとこう書いてあるわけですね。そして結論には、戦後の日本の版図には琉球諸島は全く含まれておらず、徴用島に至っては論外であることがここにはっきり示されている、これが戦後の取り決めなのだ、日本はこれに服さなければならないと、これが中国の言い分ですね。で、サンフランシスコ講和条約も認めないということは、沖縄返還協定も認めないということになっているんですけれども、この中でこう書いてあるんですね。1972年の中日国交正常化時に署名された中日共同声明は、日本側はポツダム宣言第8条に基づく立場を堅持すると明記していると、だから守れということを言っているわけなんです。これ公式なんです。日本はポツダム宣言を受諾をしたんですけども、サンフランシスコ講和条約が締結をされたときに、実際はポツダム宣言は効力を失っていると、これ実は日本政府の公式見解なんですね。ところが日中共同声明を締結をするときに、ポツダム宣言という文字を入れちゃったわけですよ、なぜか。
中国はサンフランシスコ講和条約は求めない日本との戦後関係をポツダム宣言だ。でも日本の戦後の秩序はサンフランシスコ講和条約で体制なんですね。だから日中本来は日中共同声明を締結するときに逆なんです。ポツダム宣言第8項の基づく立場を堅持するんじゃなくて、中国側に中国は日本のサンフランシスコ講和条約体制を支持するって書かせるべきだったんですね。本当は逆なんですよ、日本がやってきたことが。だから今は相入れない条約をサンフランシスコ講和条約体制のアメリカと推進するアメリカと、サンフランシスコ講和条約を体制を認めない中国と両方外交をやってるわけですよ。この股先状態の亀裂のところが今尖閣諸島になって、それをきっかけに沖縄の日米安保体制をぶち破ろうというような仕組みになっているということなんです。もう何度も話したんでこれはもう省略しますけれども、それを肯定をするのがこの沖縄の人たちを先住民族という国連勧告であり、この沖縄の人たちを先住民族にするということは、彼らが沖縄は日本に属さないということを言う後押しになり、なおかつ先住民族の権利に関する国連宣言では、先住民族の土地または領域で軍事活動は行われないということになっているので、チャイナの何かことが起きたときに平時はいいですよ、これは中国バカ言ってんだって済むかもしれないですけど、一旦何かちっちゃな紛争でも起きたときに、わーわー言われたときに反論できないんですね。いきなり言われたら今の政府がそうなりかねないかなと思っているのを危惧をしております。前半の報告の結論ですけども、中国の嘘には目的のない嘘はない、嘘には必ず、背後には必ず中国共産党の意思と戦略が、あります。中国が日本に何度も求めている4つの原則的共通認識の遵守とは、日本はポツダム宣言、カイロ宣言を遵守して琉球の主権を放棄せよという意味である。完全なる拒絶だが、無視し沈黙し続けることは国際的に日本が不利に追い込まれるのみならず、中国から見たら日本は約束を何度も破っていることになり、対日制裁や武力行使の口実に利用されかねない。よって日本も国家レベルで対中歴史戦、法律戦を練り上げ反撃することが急務であるというのが、これが結論で、あります。さて、今もう3月に入って今年祖国復帰の49周年を迎えますけれども、今のような中国に対する抑止力というのも日本は持っていかないといけないんですけれども、もう一つ軍事的に専門知識のない沖縄、多くの沖縄県民が参加をできる運動というものは、私は祖国復帰の50周年、これをもう盛大に祝って国際発信をすることだと思います。今言った中国の嘘が通用しなくなるぐらい、全国民を挙げて祖国復帰の50周年、これを祝うことが大事だと思っておりますので、先人の祖国復帰の思い、どのような思いなのかと、私なりにいろいろ研究を続けてきましたので、それの今日コアの部分だけをお話をしたいと思っております。私が後世に残さないといけない祖国復帰を実現した偉人、5人いらっしゃいます。屋良長病先生ご存知ですね。それから大浜信元先生、石垣の出身の早稲田大学の総長をやられた方。あと、この辺からはちょっと ご存知のない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、中吉良光さん、祖国復帰の父。そして、平達夫。沖縄軍統政府の知事だった方ですね。そして吉田紫苑さんという方がいらっしゃいます。じゃあ沖縄の祖国復帰運動はいつ始まったかというと、一番最初の復帰運動は中吉良光さん、元首里市長、戦時中の首里市長ですね。もともとこの方は戦前はジャーナリストで、東京の方にいたり、ある時はアメリカに行ってアメリカの方で新聞を発行したりしてた方なんですけども、ポツダム宣言が日本が受諾する8月13日にこのようなことを言ったというんですね。対日講和条約の際、沖縄は日本の一部として残るよう配慮型をワシントン政府に進言してもらいたい。これには理論も理屈もありません。沖縄人は日本人ですから、子が親の家に帰りたくたがるがごとく人間自然の感情からです。何卒ご同情賜りたいと、これを言ったってわけですよ。で、部隊長は君の陳情書は読んだけれども、ここは戦闘部隊だ、政治上の陳情は東京のマッカーサー司令に行って提出すべきで、東京に行くのが良いと言われたというんですね。まあ、こういう状態ですよね。こういう写真もありますけど、これは名護市、これは日本人の捕虜を、日本軍の捕虜を収容する施設を民間の人たちが建設しているような状態
です。こういうところから始まりましたね。これはもう学校ですね。これ学校の先生、石川由紀子さんとか、こういう状態の時にこれも素晴らしいなと思うんですよね。普通も捕虜収容所にいる時は国のことなんか考えてられないです。生きていくだけで精一杯ですから。この時にですね、対日講和条約の際ってもうポツダム宣言の前ですよ、こういう陳情をされたというわけなんです。この中林良光さん、復帰が決まった段階では東京12チャンネルのテレビに出られたという記憶があります。ご夫婦で出られたんですね。タイトルは沖縄復帰、25年の叫び。なぜ叫びというかというと、この中林良光さんは常に陳情活動をやられていた。日本政府だけではなく、アメリカの大統領が変わったとき、それから国務大臣が変わったとき、そのたんびに陳情をされて、おりました。サンフランシスコ講和条約が締結されそうになると、今度は大浜信元先生が、当時早稲田大学の総長ですね、動かれ、ました。大浜信元先生は教育者ですので、ダレス全権にこのままじゃ沖縄がまずいと思って手紙を出したっていうんですね。沖縄は日本国の一部として歴史を共同にし、言語や文化も同系同質のものであって、教育の水準と普及率において何ら差はない。それなのにこれを本土から分離して、本来自治能力のない未開発地域を対象として構想された信託統治制度のもとに置こうとすることは不合理であり、独立の国家として維新と国民の感情の上から到底耐え難い屈辱というほかはないと、こういうことを言っていろいろ要望書を出します。要望書を概略するとこういうことです。日本と同一の制度、理念、同一の教科書、教材で教育を行うことと、決してアメリカのやり方で沖縄の人たちを教育をしてはいけないよということを訴えたわけであります。そして教員の免許状も日本と同等のものにすること、人事交流の混乱を回避するために本土で発行した免許状も沖縄で発行した免許状も相互に、通用するものでなければならない。教員の再教育も日本本土の指導者が当たること、現地において米国指導者がこれに当たることは適当ではない。日本は戦後政策として各県に1個の総合大学を設置する方針を決めた。沖縄にも日本の総合大学の設置を認めることと。後の大浜信元先生の手記によると、沖縄への日本の大学設置は実現しなかったが、沖縄の学生の日本大学に学ばせる制度が発足をしたと。これがご年配の方はご存知かもしれませんが、国費留学制度というもので、おそらく中山知事とか、私たちの大先輩ですね、東京大学出たとか、本土の大学出た方は、当時はこの国費留学制度というものを使って、本土の大学で学ばれたんじゃないかなというように思います。大浜先生は最後に、私のダレス全権への進言が功を奏したかどうかは別として、結果から判断すれば、私の希望した線に沿ってことは運ばれていると。私も祖国に復帰をしたときには小学校確か2年生だったと思うんですけども、復帰前から、算数の教科書、本土と全く同じですよね。これって今考えれば当たり前ではないわけなんです。昭和26年平達夫さんが群島知事になったときに、沖縄の教育は誰に任せたらいいかと言ってその矢が立ったのが知念高校の学校長だった屋良長病先生ですね。私なんか政治なんか分かりませんって言って断ったんですけども、説得をされて文教部長に就任をします。で、文教部長になったときに立法委員会で、ある質問がありました。第18条4号に日常生活に必要な国語とありますが、小さなことですが、講和会議後毎日米国の信託統治になった場合の国語は何を指すんですかと。アメリカの植民地みたいになったらどこの国語っていうのは英語ですか日本語ですかという質問を来たわけです。矢良長病先生は、現在の言葉を指しているつもりであります。我々の標準語を指しております。我々の今標準語と言っているもの、日本語を指しているのでありますと、はっきり答えたわけです。また聞くわけですね。貴族がどう決まってもいつまでも日本語を国語とするんですかと。で、矢良長病先生は、貴族遺憾にかかわらず私はそう思っております。この言葉を通して沖縄の文化建設をしていくのが妥当だと思いますと、こう断言をしたわけです。これは沖縄の私たちの、今沖縄に住む私たちにとってこれは本当にありがたい話で、当時はもうアメリカのいつ復帰できるかわからないような状態ですから、英語を子どもたちに勉強した方が国際的に有利になるという発想もあったはずなんですね。で、それ以外にも、文教議会で、要望事項を挙げたとき、これ見事なぐらい当時まだ交流はなかったと思うんですけど、大浜信元先生と考え方が全く一緒なんですね。教育の要望事項ですね、
教育の制度、行政、内容ともに日本に順次日本の教育法を採用すること、教員養成機関も免許も日本に同じようにすることと、進学も戦前と同じように本土の方にも進学できることと、こういうことを要望しております。年明けて今度講和条約が締結された直後、国旗掲揚についての請願書というのを今度は教職委員会の方に、移ったんですけども、教職委員会で出しております。これ今の学校の先生に本当読んでいただきたい内容ですね。完全に日本復帰が実現した暁に日本国民としての魂の空白を作ることなく、豊かな国民感情と国民的自覚を堅持せしめるために、機会あるごとに日本の象徴である日の丸の旗を掲揚し、これに親しませることは極めて重要なことであって、このことは琉球住民はもちろん分けても教育界にとって最も重大な意義を持つものであると信ずる。よって我々4000の教職委員会はさらに先事項を実現させていただくよう切に請願いたします。要望事項、学校において先の場合は日本の国旗の掲揚を許可してもらいたい。1、入学式、2、卒業式、3、創立記念日、4、祝祭日、5、運動会、6、学芸会、7、学校落成式、8、その他教育振興を目的とする会合の場合、2、政治的目的を持たないで教育の振興を目的とする教育者の集会の場合にも、日本の国旗の掲揚を許可してもらいたい。1952年5月7日、沖縄教職委員会、琉球政府行政主席、東雄生殿と。で、行政主席に提出をしたわけで、あります。この屋良朝苗先生は復帰運動を取り組む前に父本人で取り組んだ活動がございました。それが戦災校舎の復興運動と、学校当然もう全部焼けちゃいましたね、コンクリートのある天日小学校ですとか上山は残ってたんですけども、アメリカの民政府に使われたりとかですね、行政に使われてみんな馬鹿屋みたいなところで、教育をせざるを得なかったわけです。で、アメリカの方に米軍の方に学校の教育をなんとか大事だからやってくれと言うと、何を言ってるんだと、経済復興の方が先だろと、経済復興してその余力で学校の建物とかを建て直したらいいじゃないかというのが米軍の言い分。じゃあ日本政府に頼んだらいいじゃないかと、と言って日本政府に頼んだとしても、米軍が、日本政府がこういう箱物のようなものを日本政府の援助で建てることは、これは沖縄を取り返す野心があるんじゃないかということで許可出なかったわけですね。そこで何をやったかというと、全国を行脚をして回ったわけで、あります。この行脚をして今度は回って、本土在住の沖縄県出身の人たちが回って政治国化して、集めたんですけども、その結果送られてきたものは、建物を建てるんじゃなくて、それも許可が出なくて、こういったピアノとか楽器とか、こういったものが、送られてきたわけであります。これを愛の教具と言って、当時は言って、おりました。で、屋良朝苗先生はまた、大きな仕事をされます。沖縄の教育基本法の制定と、当時日本には日本の教育基本法というのがあったので、それを全部そのままそっくり使いたいと思ったけど、どうしても使えない部分がありました。この赤字の部分ですね、日本国憲法にという部分ですね。沖縄は日本国憲法が適用されておりませんので、ここはそのままコピーできないと。じゃあこれはどうしようかということを考えたときに、ある人がいいアイデアを出したわけですね。この日本国憲法というところを日本国民としてのいうふうに入れたらいいんじゃないかと案を出したら、みんなそうだそうだと言って、よしやろうと思って、一回議会で出しました、昭和27年。そしたらアメリカの民政府の圧力によって東雄平主席が廃案になったわけですね。一回廃案、二回目また昭和31年今度出します。これも廃案。これで屋良朝苗先生は負けないんですね。もう一回三回目、米軍がいろんな嫌がらせもあるんですけども、負けないで出します。そしてもうあと何日間って、ここでもう決まらなかったら早になるという時に、アメリカのバーツ情報局長という方が屋良朝苗先生のところに来て、これはどうしても出すのかと、これは通ったらどうなるんだと聞かれたら、屋良朝苗先生はこれを通れば沖縄県民の念願がかなって、沖縄にとっても米軍にとっても落ち着いて、国民落ち着いていいことになりますと、ただし早になったらもう全部の全組織力を持って抵抗しますというふうに言ったっていうんですよ。そしたらそっかということで、許可が出たんですね。で、翌日も高等弁務官の承認が起こり、知事が亡くなって代わって東間五十さんですね、席が署名してギリギリで3番目に通ったと。この教育基本法が通った時のことを屋良先生は、極論言うと沖縄が復帰した時よりこれが嬉しかったっていうんですね。こう言ってます。日本国民としての下りに私たちは大きな狙いを込めていた。
大衆のどこを押しても復帰したいという同じ音色が出ることだ。そうでないと相手側に復帰は先導者の言だと言いがかりをつけられる。みんなが胸を張って復帰を言える基礎を作ること、それが日本国民としての法文化だった。一旦法文化されれば、教壇に立つ先生は日本国民としての教育ができ、一般社会人も日本国民大から復帰をしたいとはっきり言えると、これで大きく一歩前進をしたわけですね。そして、それから時間が経って、昭和40年になって佐藤総理大臣が、沖縄に来られます。これまでは現役の総理大臣として沖縄に足を運んだことはいない、誰もいないんですね。足を運んだだけじゃなくて、沖縄を復帰させる気があるのかどうするのかという、そのなんで沖縄だけ切り離されてるんだっていうふうに思ったとしても何の説明もないわけですね。その時に初めて来られました。この前年には東京オリンピックがあって、本当は祝祭日しかやっちゃいけない国旗掲揚をもう沖縄中国旗で埋めてたんですけど、これも大きな佐藤総理が沖縄に来れる道筋を作ったんじゃないかなと思いますけども、これ有名な演説でございます。沖縄同胞の皆さん、私はただいま那覇飛行場に到着いたしました。かねとより熱望しておりました沖縄訪問がここに実現し、ようやく皆さんと親しくお目にかかることができました。感慨誠に胸迫る思いであります。沖縄が本土から分かれて20年、私たち国民は沖縄90万の皆さんのことを片時たりとも忘れたことはありません。本土一国民は皆さんの長い間のご苦労に対し深い尊敬と感謝の念を捧げるものであります。私は沖縄の祖国復帰が実現しない限り、我が国にとって戦後が終わっていないことをよく承知しております。これはまた日本国民すべての気持ちでありますという、この演説は佐藤総理大臣のもう政治生命をかけた大勝負ですね。もう沖縄の復帰に内閣の命をかけるという、そういう覚悟がなければできないんですけども、これを後押ししたのは鹿児島選出の山中貞則先生だったり、山中貞則先生を目覚めさせたのは太田稔中将の決別伝聞、沖縄県民各戦いだったりするわけですね。この決別伝聞は誰が伝えたかというと、沖縄で戦った沖縄県民、特に学徒隊の方々というような流れがあるわけであります。この佐藤総理大臣が沖縄に来た時の写真、沖縄公文書館にはもう山のようにあります。もう日の丸だらけであります。日の丸だらけですね。日の丸だらけですけど、珍しいの最近見つけたんですね。これ佐藤総理を歓迎をするための子どもたちの国旗は赤旗日の丸かって書いてあるんですけど、こうなんですね。赤旗をやめ日の丸で歓迎しようって書いてあるわけですね。これ貴重な写真なんですけど、こういった感じですね。で、佐藤総理大臣が沖縄に来られたときに一緒に来られた方が、まあ、後の田中幹事長ですけども、おそばにはずっと付き添ってたのが大浜信元先生であります。石垣出身の大浜信元先生、沖縄に行くんで失敗をしないようにと、もう沖縄のことを一番詳しい沖縄出身の大浜信元先生を一緒に歩いたわけです、あります。で、これ石垣空港ですね。石垣出身の大浜信元先生が沖縄の占領中の中、日本の総理大臣である佐藤栄作総理大臣と一緒に石垣の飛行場に降り立って演説をしたわけであります。真ん中にいらっしゃるのは当時の松岡行政主席でありますね。これは名護のグラウンドに佐藤総理大臣が来たときに、もうここも日の丸だらけ、こちらはですね、宮古の方も日の丸だらけでお迎えをいたしました。佐藤総理大臣が沖縄訪問をしたんですけども、じゃあアメリカとどのように返還交渉をするかと、佐藤総理大臣はどのように考えてたかというと、実は頭の中真っ白だったらしいんですね。何も手順考えてなかった。そこで、大活躍をしたのが大浜信元先生で、今度佐藤総理大臣とジョンソン大統領と会談があるじゃないかと、これまでにどういう交渉をするかというのを下打ち合わせ、アメリカにも足を運んで、アメリカの世論もなんとかこう沖縄の復帰の方に持っていってやったわけです。この時に大浜信元先生が考え出した秘策があるんですね。これ何なのかというと、アメリカと交渉するとこう言ったらしいんですね。あなたたちが欲しいのは施政権じゃないだろうと、実は施政権は沖縄米軍基地のために必須だと思ってるんだけども、実は施政権じゃなくて基地機能があればいいんじゃないのかと。沖縄の中に、沖縄が復帰しないまま米軍基地があると、沖縄の人たちにとってはこれは占領軍であり敵側になるんだけども、沖縄が復帰をして基地機能を維持すれば同盟軍になるじゃないかと、だから沖縄の人たちも落ち着くんだと、だから基地機能だけを残して施政権出せばいいんじゃないかと
という、まあ、あと核ミサイルの問題とかいろいろあるんですけども、そういったことをして根回しをして話が通じた頃に佐藤総理大臣どうぞ行ってくださいと、その時に、沖縄問題懇談会というものを開いて3つこれだけは約束してくださいと。1つ両3年以内の返還時期の合意、両3年以内というのは2、3年以内という、まあ、3年以内ということですね。42年に共同声明を出すから、その3年後にはいつ復帰をさせるかというのを決めてくれと、まあ、いつ復帰するという約束じゃなくて、いつまでにいつ復帰するかというのを決めてくれという約束をしてくれという、まあ、こういう二段論法で言ったわけですね。施政権返還の継続的協議期間を設けると、日米間で沖縄の法律の諸制度と本土の一体化に、もう制度が戦後復興違うんで、もう全く違うんで、これを合わせるために米国の協力を得ると、この3つは約束してくださいねということを約束をしたら、その通りにこの共同声明にはこの 3点事項見事全部入っているわけですね。その後もういろんなお働きをされます。大浜先生が座長で、今度沖縄の基地問題どうするかと、沖縄軍事基地研究問題研究会というのも立ち上げます。沖縄の施政権返還はこの時に遅くても1972年までにするべきだと。また、今度国際世論も変えないといけないということで、京都で日米の識者を呼んで国際会議を開きます。この時に日本本土に現在適用されている制限をつけての返還と、この核問題どうするかという話ですね。核抜き本土並みという世論ができたのはこの会議で実は決まったもので、あります。その結果昭和44年この時に共同声明が、2度目の共同声明が出されます。両者は日本を含む極東の安全を損なうことなく、沖縄の日本への早期復帰を達成するための具体的な取り決めに関し、両国政府が直ちに協議にいることを合意をした。さらに両者は立法府の必要な指示を得て、前期の具体的取り決めが締結されることを条件に、1972年中に沖縄の復帰を達成するよう、この協議を促進すべきことに合意をしたというので、1972年昭和47年復帰がこの時に決まったわけであります。それで結論といたしましては、5月15日という日は敗戦により分断された日本民族がわずか27年という短い期間で再統一を成し遂げた奇跡ともいえる日本民族の誇るべき歴史だというように認識をしております。沖縄戦を戦った英霊と沖縄県祖国復帰に尽力されたすべての方に感謝を捧げるとともに、彼らの志をしっかり引き継いで再び沖縄を他国に渡さない、決して民族の分断を許さない、国家の主権も民族の統一も必ず守り抜くということを全国民で誓う日であるべきだというように認識をしております。最後の国家の主権も民族の統一も必ず守るというのは、これどういうことかというと、究極の時にこの2つとも守れない時にどっちかを選ばないといけない時があったんですね、日本には。それサンフランシスコ講和条約の時ですよね。日本が国家の主権を取り戻すか、でも取り戻そうと思ったら沖縄は米軍が支配を許可しないと講和条約は締結できないというように、結局そこに押されて当時の日本政府は、いつかは取り戻そうというふうに思ったと思うんですけども、今は残念だけれども沖縄の皆さん、またもうしばらく米国の統治下にいてくださいねということに苦肉の判断をしちゃったわけですよね。これと同じ判断を迫られる時がもしかしたら私は再び来るんじゃないかということを危惧しているわけです。これはどういうことかというと、尖閣問題が火がついて沖縄の帰属問題になった時に、中国が日本はいい加減に琉球の主権を放棄しろと、これだけ何でも言ったじゃないかと、沖縄の主権を放棄をしないと東京に核ミサイルをぶち込むぞと言われたときに、日本の政府の指導者の人たちが何を言ってるんだと、沖縄は日本だと、核をぶち込まれようが何としようが沖縄は日本なんだと、必ず守るんだという気持ちになるか、それとも脅しにくして、ああ分かりましたと、沖縄の人たちも独立したがっている人たちもいるようだし、いいですよ独立したいって言ってるからというようになるのか、どっちなのかということを私は恐れているわけです。だからこの沖縄は日本であり祖国復帰を喜んでるんだというこの50年の節目に世界中に発信をして、アメリカにいる世界のうちなん中も全世界にいる沖縄の人たちが、沖縄は日本に復帰して50年こんなに良かったんだと喜んでるんだということを世界に示すぐらい大きな運動にすることが、この今尖閣の危機に関して誰でも参加をできる一番大衆運動としてできる運動ではないかということで、あります。で、最後の結論ですけれども、沖縄県祖国復帰の記念日を全国民で祝い、祖国復帰の歴史を共有することは、日本民族を団結させ共産主義勢力による日本民族の分断工作を跳ね返す力となり、ひいては
日本の繁栄の礎になるという結論でございます。今日の私の話し事を終わります。ご清聴ありがとうございました。